アメリカ海軍 EC-121 機撃墜事件とは、1969年にアメリカ海軍の電子偵察機が北朝鮮に撃墜された事件である。1969年4月15日の火曜日の午前7時、在日米軍厚木海軍飛行場から、海軍所属の EC-121 m ムオーニングスター1機が離陸した、8人の士官と23人の貸士官。 兵が登場。うち一人は海兵隊員であった。上院のうち九人は暗号技官とロシア語及び朝鮮語の通訳官であった。d p C-129 に与えられた任務とは、日本海に向かい、ムスポイントと呼ばれる、祖長国境に近い北朝鮮の基地周軍前水タン、佐藤沖合でソ連と北朝鮮の間の電波情報の収集活動を行うことであった。この任務は、 ディープ C-129 が長さ120回里の大円状の周回コースに沿って飛行し電波を傍受するもので北東方向はソビエト連邦に向けたものであった。またこの任務は名目上アメリカ太平洋軍第7艦隊の指揮下であったが実際には NSA が行っていた。この活動は2年間続けられており北朝鮮の海岸から50回里よりも接近する。 ことは禁止されており、それまで北朝鮮からの反撃などはなかった。だが12時34分に、在韓米軍軍産基地のレーダーと、アメリカ陸軍機密保全庁は朝鮮、人民軍空軍のミグ -17 戦闘機2機が、ープシー c 1 2 9の行動を探知し、離陸したことを感知した。ディープシー c 1 2 9は13時に予定通りに、活動報告を送信したが、異常はなかった。 しかしミグマイナス17が近づいていたため、作戦中止を伝達。13時47分、ミグマイナス17を探知した約2分後、ディープシー c 1 2 9は、レーダーから消えた。ディープシー c 1 2 9は撃墜され、北朝鮮の清津から90回起きの日本海に、墜落、乗員31名全員が死亡した。14時20分ごろ、ASA は、 ディープシー1 2 9が消失した胸を約1時間後の14時44分には撃墜された胸を大統領リチャード・ニクソンと国家安全保障担当補佐官ヘンリー・キッシンジャーを含む国家上層部に伝えた。また捜索活動のためアメリカ空軍と海軍の航空機が最大26機投入されたほか駆逐艦ヘンリー・ W ・タッカーとミサイル巡洋艦 ゲールの2隻が4月15日の午後に佐世保基地から出港した。最初に機体の残骸を発見したのは翌朝9時30分であった。4月17日正午、ヘンリー・ W ・タッカーが2名の遺体を回収した。この海域にはソ連の艦艇や航空機も出動しており、その後ソビエト海軍の駆逐艦、バディック・ノベニーと捕鯨船に遭遇した。残り29人の遺体は発見できなかった。 このように、日本海を舞台に数日間は、米ソ両海軍による軍事的デモンストレーションが行われた上に、報復のために、戦術核兵器による北朝鮮への攻撃準備を、ニクソン大統領は軍に命じるも、当時ニクソン大統領は、明定状態のため、キッシンジャー大統領補佐官が、大統領が酔いに冷めるまで待ってほしいと進言して、撤回された。その一方、 北朝鮮の軍事力で、アメリカの情報収集行動が妨げられないことを示すため、一週間もしないうちに、情報収集飛行を再開した。ペーパーズリビールニクソンプランフォーノース、コリアニュークリアストライク、ガーディアン、h t t p w w w b i z n サイダー n s i d e r c o m ドランクリチャードニクソン抜けノースコリア -2017-1 ザットタイム、A ドランク、 リチャード・ニクソン・トライド・ツー・ヌケノース・コリア。ビジネス・インサイダー。httpww.biznasinsider.com トランク・リチャード・ニクソン・ヌケノース・コリア -2017-1 内藤洋介北朝鮮辞典、切手で読み解く朝鮮民主主義人民共和国竹内書店新社2001年 ISBN4 から803503168ありがとうございます。